ドラゴンの谷は2009年に発売された児童向けファンタジー小説のシリーズ。2007年のイギリスの児童文学、ドレアゲンスデイルの和訳で、原著者はサラマンダ、ドレーク、翻訳は今井水希。表紙、挿絵は田上俊介による。ドラゴンやワイバーン、人形などの住む島のドラゴン育成牧場が舞台。馬や犬のように身近な存在として、 ドラゴンが描かれている。著者サラマンダ・ドレークは主人公と同じ島に住む架空の人物とされている。主人公カーラはドラゴンの飼育、育成をするドラゴン牧場の娘。一緒に育ったドラゴン、スカイダンサーに乗って飛びたいと思っているが、牧場主である父ヒューは娘の身を案じるあまり、決してそれを許さなかった。そんなある日、 ドラゴン品評会でドラゴンを無打っていた漁師の娘、ホーテンスを見つけたカーラは、それを止めようと思わず手を出してしまう。カーラに恨みを抱いたホーテンスは、仕返しをしようと権力者である父に頼み、カーラからスカイダンサーを奪い取ろうとする。しかし、スカイダンサーは、試乗したホーテンスを不良としてしまう。ホーテンスは、スカイダンサーを殺せと騒ぎ立てるが、 カーラはその騒ぎの間にこっそりとスカイダンサーを連れて、危険な荒野に家出していくのだった。ありがとうございます。